皆様こんにちは、プルスです。中国政府が主導して制定が計画されている国家安全保障法。こちらによって、台湾は香港に対して国際的な地位の優遇をしているんですけども、取り消す可能性があると示唆しています。これによって、香港人が台湾に訪問し、統治することを困難にする可能性があり、中国との対立姿勢を見せていくということになります。参照はロイター通信。 Taiwan considers revoking Hong Kong's special status on low fears this China's planned national security law may prompt Taiwan to revoke the special status it extends to Hong Kong. President Tsai Ing-wen said a move that could anger Beijing and make it harder for Hong Kongers to visit and invest. Do you who 内容としましては先ほどの中国政府が制定を計画している国家安全保障法、こちらの成立を目指していることによって、台湾は香港に対して、もしこちらの法律が制定された場合、香港に考慮している国際的な優遇している地位を取り消す可能性があると蔡英文総統は語りました。 中国は昨年から香港で行われている反政府抗議活動のさなか、香港を中国が統治する都市として正式かつ強権的に認めさせる新しい法律を香港に提案していて、すでに香港内で大きな話題を呼び騒乱を引き起こし、また西側諸国からの避難を浴びています。 反政府抗議活動を行っている民主派のデモ隊は、自分たちと同じ意思を持つ民主的な国である台湾において広い支持を集め、まあ、こちらシンパシーというふうに伝えているんですけども、まあ、同情、同情及び支持は勝ち取り、蔡英文総統と彼女が運営する政権によって支えられているということを訴え、中国政府のこのやり方に対してさらに溝を深め対抗姿勢を見せる結果となりました。 中国側は台湾が香港民主派でも抗議者を支援したことによって台湾政府を繰り返し非難しています。蔡英文総統は自身の Facebook のページにて国家安全保障法の立法案は香港の自由と地方の独立に対する深刻な脅威であり台湾は香港の人々に必要な支援を提供するだろうと述べました。ですのでこの国家安全保障法、国家安全法の導入によって 香港に対して特別な地位を取り消すんですけれども、香港の人々に対しては必要な手を差し伸べるということです。台湾は現在、2つの都市、先ほどの香港と隣接するマカオを中国とは別に、両居住者に対して台湾を訪問したり、投資できるような規則を制定して特別な扱いをしています。しかし、蔡氏は香港に状況の変化が生じた場合、それらのルールを定めた法律は取り消す可能性があると述べています。 この状況の変化というのは国家安全法の成立のことと指しています。蔡氏は続けて、香港の状況がこの法律が制定される段階に到達しないことを望み、立法に最新の注意を払い、 成立した場合は必要な対応策を随時取ると付け加えました。台湾の安全保障に詳しい政権幹部は、蔡氏のコメントは、中国が香港における国家安全保障法を推進した場合、台湾が香港との関係を再定義する。いわばこれは中国への明確な反論及びメッセージであると述べました。この制定された法律を契機に台湾と香港の関係も根本的な変化が起こり得ます。 この国家安全保障法が制定されるのを見て幸せになる人は他にはいないと当局は述べています。中国に対する政策に詳しい別の台湾政府高官は安全保障法案は北京が中国の一部として都市を統治していますが同時に香港自治を許容する一国二制度の死を意味すると述べています。さらにロイター通信に語ったまた別の 台湾政府当局の人曰く台湾政府は随時この中国での立法計画の進捗状況を監視していますと立法が見込まれる場合最悪のシナリオとしては香港からの人々の投資は中国本土から行われる投資と同じぐらい厳しく規制するだろうと付け加えていますまずこのシナリオ最悪のシナリオになった場合おそらく中国側からも台湾に対しての報復措置が 行われるだろうと予想されまして、それはた、例えばですけど、台湾の領事館、こちらを閉鎖したりとか、あの貿易を阻害するというような形で経済的な制裁を行うだろうという予想が立てられています。今、外務省などの出している公式データ、ジェトルとかで出している公式データによると、香港というのはですね、今台湾にとっては、まあ、貿易国としては結構重要な位置を占めていまして、中国に次いで2番目に大きい輸出国となっています。 そしてこの立法案が制定されるかもしれないという香港においてですねまたアメリカも中国とはまた異なってこの香港に対して与えている 有意的な特別な地位というところを、もしこの法律が制定された場合、維持するかどうかというのは、検討する余地があると述べています。今、アメリカがこの香港に対しては特別な優遇をしているということによって、香港はグローバルな金融センターとしての地位を維持しているのに役立っているからです。ですので、この法律が制定されることによって、香港の位置がだいぶ変化することになりそうです。ただし、先ほどの蔡英文氏が述べたようにですね、 政治的な理由で安全と自由が脅かされていくであろう香港市民に対しては台湾は必要な援助は提供し続けるというスタンスを崩さないだろうと。これは香港の人々を助けることによって中国を我が物がをやりたいようにやらせることで彼らだけが得をするという状況を作らないためだというふうにしています。で実際にこの… まあ裏とか、どういった経路かわからないですけども、ツテを使って香港から台湾に移民した人の数というのは、2020年に入って4ヶ月で2300人、前年対比で150%増加したと。 いうことになっていますですので自分たちのやっぱ脅威を感じて台湾という民主的な国に逃げたい今香港が中国に脅かされていると事実がより大きく鮮明になってきているということになります国家安全保障法についてちょっとご説明していきたいと思います国家安全保障法中国が制定を目指している法律についてでは中国は香港における扇動や破壊行為を禁止することを目的とした新しい国家安全法の導入です民主化を求める活動家たちは実際に導入されれば香港に 自由なな論ががわわれれ脅かされ香港のの終わりをを迎えるることになるのではとにで懸念を挙げていますで中国側からすればこの扇動や破壊活動の禁止をすることで香港の民主を守るとか平和的な自治を維持したいからとかそういう理由で多分あの制定を目指しているんですけども実際にやっていきたいという彼らの目的は完全にデモを潰す民主派を潰すということだと思います。 これはかなりね、民主にとっては大きな打撃になり得るかもしれない。で、こちらの制定については、全国人民代表大会、全人代で国家安全法について協議されるということで、今は延期されていますけども、近々開催される見込みですよね。こちらの全時代において導入について協議を進めていくということのようです。アメリカなどの西欧列国もですね、同法の導入ということによって、香港の自治というのは奪われる可能性が高いと。 香港の自治における中国の果たすべき義務、これは一国二制度のことを指していますけども、これを非常に不安定にして弱体化させる可能性があるというふうに指摘しています。法律における支持者というのは、まあ、おそらくこれは政府側の人間のご意見主張かなと。で、反対派としては先ほどの民主派のデモの人たちが自由の行動を奪われ、言論を奪われることがすごく不安だということです。 2019年、香港においては、犯罪容疑者の中国本土に対して引き渡しを可能にする逃亡犯条例の改正案をめぐって抗議活動が行われました。まあ、これは次第に暴力化していっていましたが、この法律は立法会で審議が中断され、最終的には撤回なされましたよね。 しかし、まあ、今回またこう続けて立て続けに検討されている国家安全法は東部繁条例の改定案以上に物議を醸していると。2003年には一度このの国家安全法の 制定が検討されたそうなんですけども、こちらも香港市民による抗議によって廃案となっています。なんですけれども、国家の安全法の強行成立を試みている中国政府ですね。あの、香港政府による制定ではなくても、中国本土からの直接的なもう制定ということがもうあの、ダイレクトに行われようとしているということで、まあこれはもう香港自治が認められず、も 中国の意思に背けない状況、つまり香港イコール中国ということが決定づけられる行動になっています。でこれを多分国際社会の中で、まあ香港市民も含めてですけども、ノーというふうに突きつけないで、制定させてしまった場合、事例を作ってしまった場合はもう香港はどんどん中国側からの移行を受けた法律が制定される可能性が高まります。ノーと言わなければいけない、抗議をして廃案に持ち込まなければいけない問題かと思われます。まあロイター通信や BBC の、まあ、各外国のメディアから 中国政府が有権者にあって選ばれた香港の議員を飛び越え法改正ができるということはこれまで以上にですね民衆における先導的な状況をも,しもっと生み出す結果になるだろうというふうに予想していますということで矢継ぎ早に東坊条徐の改定案そしてコロナ国家安全保障法ですね香港における自治を脅かす問題となっていますなので引き続き香港の情勢というのは余談を許さない状況になってきています で、最後に台湾の貿易データですね、をご紹介したいと思います。仮に台湾が香港との関係を切ろうと、一旦この優遇措置をやめようとした場合、中国側からの報復として、公益を取りやめようという阻害の行為が行われる可能性がありますが、これにおいて、仮に香港との輸出ができなくなったりとか、攻撃できなくなった場合の損害、これ結構大きな 影響を受けるだろうと予想されます。なぜそう言えるのか、レトロに掲載されていた台湾の輸出先のデータ、2018年版ですが、こちらによると輸出総額が3360億ドル。そのうち中国への輸出が800億ドルほどで、4分の1を占めています。続いて香港が2位。これは400億ドルですね。ちなみに日本は2 0 0億ドルほどです。 こうしてみると中国・香港を切る貿易関係がなくなってしまうというのはかなり大きな痛手になるだろうと予想されますねで。私自身は中国支持者というわけではもちろんないんですが、この経済的な結びつきっていうのは非常に大きなネックですよね。台湾経済、中国・香港と対立したことによって回っていくのかどうか非常に不安というか危ぶまれるかなと。まあ、どこまで蔡英文さんがここを考えていらっしゃるかっていうのは非常に気になりますね。 で、中国側からすれば、仮に台湾を切ったとしても、まあ日本とかアメリカとかヨーロッパなどの貿易関係のある国はたくさんいますし、自国内でだけでも経済回っている状態なので、これが長期的に対立して台湾との貿易をなくそうというふうにしても問題はないと見ている方も多いと思います。いずれにしても経済的なパワーを持つ中国に対して逆らうことが難しい状況であり、まあこれが政治に反映されると台湾も折れざるを得ないと。 いいう悲しい状況も考えられます皆様、いかがでしたでしょうか倫理的に考えれば、香港の高度な自治を完全に無視した強硬的な姿勢を見せている中国に対しては反発はもちろん起こり得ます。この根本にある問題って、やっぱその経済的なパワー、資本的な力を持つ人,人がどれだけ、まあ、悪と悪な 考えを持っていても、お金を持っている人ほどやっぱ強い社会になってしまっているというのがやっぱ問題点。これっていわばやっぱ資本主義の限界になっているというところと非常に密接な関係があるのかもしれないなというふうに考えました。ですので、中国のような考えを持つ国でお金を振りかざして倫理的な問題とかよりも自分たちの自国のことを考えた ですねまあ、差別とか含めてそれが正当化されてしまうという世の中が非常に怖いですよねそうなる危険性が今回露呈してしまったのが今回の香港の結果になりえそうなので今後の未来を見据えた上で中国との付き合い方中国の状況を生み出さないための世界中で考えていく施策というのをですねしっかりと見据えていかなければならないそんなリスクや問題が顕在化した今回の,今回の問題でした以上プルースでした